はいガイアゴラ学生アンバサダーの JFK ことジオ・フランシス・カマタですいよいよ1年越しとなった東京オリンピックの開催が残り2週間を切りましたしかしながら国内におけるオリンピックの盛り上がりはオリンピックの誘致が決まった時と比べると大きく下がっているのが現状であります読売新聞によると先月の時点では約50%近い国民が5年中止望むという世論調査の結果を発表しました また東京オリンピックに関する意見の中で中止をするべきだという人の割合は5月の数字と比べると6月では10%減少しているというのが読売新聞の世論調査でも明らかになりましたまた FNN が実施した世論調査によると中止を主張する人の割合が大幅に減った しかしその数字の変動というものは今更中止にできないから仕方なく東京オリンピックを開催しようという消極的な意見の割合が増えたという解釈をするのが妥当であるそう考えますまた国内のみならず海外でも非難の声が東京オリンピックの開催に対しての非難の声が上がっていますニューヨークタイムズの人気のポッドキャストであるデイリーではオリンピックをめぐる日本国内の条件についての解説があり東京オリンピックの反対派の ががデモをしてていいる声が収録されていましたまたワシントン・タイムズ紙は、えー、五輪の開催非難する論考を最近発表しています、えー、そしてそのような不人気なオリンピックの、えー、人気をさらに下げる事件が最近起こりました、えー、バッハ会長は橋本五輪担当大臣との会見で日本人が住む、えー、東京でしかもコロナ禍という非常事態でオリンピック が行われるにもかかわらず、チャイニーズピープル、中国人にとって安心で安全な大会にすると誤って述べました。チャイニーズピープルと述べた後にすぐにジャパニーズピープル、日本人と言って訂正しましたが、普通に考えると彼の発言はあり得ない発言ですし、ただでさえ強い反五輪の機運を高めてしまう可能性も孕んだ発言でもありました。なぜこの1年間取り組んできたはずのオリンピックの当事者間違うような発言をするのか、 それは日本人が軽視されている日本人の安全を何とも持っていないと解釈されても仕方がありません開催前に残り2週間を切った東京オリンピックの開催は後味の悪い形となりそうです本日動画を見てくださってありがとうございますアゴラのチャンネル登録よろしくお願いしますそしてアグラではいろんな方々からのオピニオンを募集していますので原稿も 送っていただけたら幸いです。本日はありがとうございました。